はい、どうも、所沢車両チャンネルです。東京メトロ日比谷線中目黒駅に来ております。3月16日にですね、日比谷線のダイヤ改正が実施されました。今回のダイヤ改正でですね、日比谷線から東武スカイツリーライン直通の草加行きが登場したそうでございます。確か草加行きってさ、昔そういうのってあったって感じですかね。実はその草加行きなんですけど、平日の時間帯にも設定されているそうでございます。今までさ、その東京メトロ時代ではさ、草加行きの方ってさ、設定されてたんでしょうかね。では実際にその様子を見てみたいと思います。17時34分発の南栗橋行きの次がですね、17時39分発の草加行きとなります。17時34分発の南栗橋行きの方は行き先は表示されているんですが、17時39分発の草加行きに関しましては表示がされておりません。故障なのでしょうかね。これはこの南栗橋行きが発車した後、もう一回様子を見てみましょうか。やはり17時39分発の草加行きに関しましては行き先が表示されておりませんね。これはやはりですね、最初から設定されてないって感じですかね。これは故障ではなくてそうではないっていう可能性もありますね。実際にですね、その様子を見てみたいと思います。3番線に当駅始発の参ります。黄色い線の内側までお下がりください。ホームドアから手や顔を出したりもたれかかるのはおやめください。 The local train is arriving at track 3. Please stand back behind the yellow line. なんとですね、接近放送でも草加行きの放送がされておりません。一体どういうことなんでしょうね。これは ちなみに車両の方は草加行きの対応はしております。この電車は東京メトロ日比谷線草加行きです。 This train goes on to the Hibiya lineThe final destination is 草加。自動放送に関しては草加行きが対応しております。車両の行き先表示と自動放送に関しましては対応はしているっていう状況なんですよね。でもしかしね、接近放送とね、案内表示がね、対応してないっていうのは不思議なことです。次は恵比寿です。 JR 線はお乗り換えです。 The next stop is 恵比寿 H2. Please change here for the JR lines. こちらはね、ちゃんと草加表示されているんですけどね、これは一体どういうことなんでしょうね。接近放送と案内表示機が草加行きの対応されてないのは不思議にしか思えませんね。これはちゃんとね、対応できるようにしてほしいところですね。これは恵比寿に到着しましたが、こちらもですね、草加行きの表示が対応しておりません。お座席放送も対応してないという状況ですね。車両だけはなんかね、草加行きの表示はちゃんとされているという状況ですよね。
ということで今回の動画を終了したいと思います。以上です。